あれこれしてしまうのでしょうかと考えますと、どうも一つのことをしているとそのうち飽きてくる飽きてきて違うものを食べたくなる。毎日同じものを食べているとたまには美味しいもの、違うものを食べたいと思うのが人間の、差がです。で、同じことをやってそれに嫌気がさしてくるので、他のことをしてみようという気になってしまう。なんかそれはちょっと余裕があるとなんか違うことをしたくなるんですね。まあ一番ちょっと私には分かりやすいのは、冬の間、まあ、特に体も動かさないし、なんかこもって銀行の準備をしたり、レポートを書いたり、冬はしなければいけません。座ってこう、まあ、パソコンに向かったり本を読んだり、いいんですけれど、 そのうちだんだん飽きてきちゃって、ちょっとお茶でも飲みに行こうかとか、もうだから冬の間はもうしょっちゅうお茶飲んだりコーヒー飲んだりして、冬になるとよっぽどトイレに何回も行ってしまう、なんかそんなような、感じがしています。まあ私は、ですね、なかなか長続きしない。まあ多分これは性格もあるんでしょうけど、あんまり、そのやる時間がたくさんありすぎると、なんか他のことをやりたくなって、インターネット、パソコン開いていてもついインターネットでなんか大した意味もないページを開いてみたりとか、したり、でまあそれをずっとやってるとそれにも飽きてくるっていう、飽きてくる。だからあれこれせずにはいられない、いろんなことをせずにはいられない。まあ私みたいな、なんかこんなちょっと低レベルな例えなんですけど、もっと分かりにくいのは、みんななんか仏教を学ぶと言いながらいろいろなものを学んでいる、まあその辺を道元禅師は指摘されているように思います。そして、嫌になる、そして、毎日同じものだと違うものが欲しくなる、違うものが食べたくなる。そうすると凡情のネガティブサイクルにはまっていってしまう、どん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 。だからそのうち、冬の安泰寺はなんか退屈で面白くないなと言って、ストレスがたまるという人が出てくるとですね。そこのところを自分たちで気づかなければ、その一つ前に進めないようにも思います。ということで、どうしたらいいのか、あれこれしたくなる気持ち、そわそわする気持ち、天蔵教訓になる、馬が脳をかけるように、やば、何だっけ、林縁のごとくっていう言葉、馬が脳を自由に駆け巡ると言ったらとても聞こえはいいんですけど、自分の心の中はいつも馬があちこち、野生の馬があちこち走り回るように、野生の猿が森の中をあちこち動き回るように、自分の心の中もこうあちこち動き回っているんだと。いうようなことが書いてあったと思うんですけれど、そのあれこれしたくなるっていう気持ちが一つそういう意味合いニュアンスがあるんじゃないかと思います。自分の気持ちはいつもなんかざわついてる、ざわついてる、なんかひとところに落ち着かない。座禅をしているとなんかそれがね、すごくよく、最初のうちは私は自分でそれが気づきませんでした。なんか思いが浮かんできていることすら気づかないけど、思いが浮かんでそれを捕まえてあれこれと妄想を呼んでいるっていう状態、まあとにかく賑やかな座禅の
周りは静かだけど賑やかなのは私の頭の中っていう、ことをずっとやっていたように今思えば思います。で、考えが浮かんでそれを掴んではその次に行く。で、自分でも気づかない。まあ